七話のカラスは、グリム童話の一つ。アールネトンプソンのタイプインデックスは四百五十一。ゲオレディオスエー、メガスは、グリム兄弟のそれとは異なるギリシャ語版を、ホークテイルズ・オブ・グリースに収集した。このほか、アールネトンプソンのタイプインデックスの四百五十一に、分類されているものには六話の白鳥、十二話のマガモ、ユーディアと七人の兄弟、のの白鳥、十二人兄弟。 課長、白鳥などがある。説話を元にしたアニメーション映画が1937年に公開された。昔、ある農夫に7人の息子がいた。最後の最後に、娘が生まれたが、娘は病弱だった。農夫は息子たちに、娘のために水を汲んでくるように言いつける。息子たちは我先に水を汲もうとするが、焦った、あまりに水差しを、水の中に落としてしまう。 息子たちがなかなか帰ってこないことに腹を立てた農夫は、子供たちは水汲みをなまけて遊んでいるに違いないと思い込み、どいつもこいつもカラスになっちまえと呪いの言葉を口にした。すると突然、息子たちは渡りガラスになり飛んで行ってしまう。月日は流れ、娘は順調に成長した。両親は兄がいたことを娘に隠していたが、 町の人々の噂をきっかけとして七人の兄たちの真相を知る。胸を痛めた娘は兄たちを探す旅に出て、世界の果てまでたどり着く。娘は最初に太陽、次に月に助けを求めるが、そのありさまを見て、怖くなった娘は逃げ出した。しかし最後に頼んだ明け方の星は優しく、兄たちがいるガラスの山を開けるための鳥の骨を渡してくれた。長い旅を経て、 娘はガラスの山を見つけた。娘は門の鍵をコウモリの足を使って開けた。娘がガラスの山に入ると小人が出てきて、兄たちはしばらくしたら戻ってくると教えてくれた。娘はカラスたちの食べ物と飲み物に少し口をつけ、家から持ってきた指輪を最後のコップに沈めた。戻ってきたカラスたちは自分たちの食事を人間が食べたことに気がつき、 誰が食べ物に口をつけたのか考えをめぐらす。そうこうしているうちに最後のカラスがコップに残された指輪を見つけ妹が救いに来てくれれば人間に戻れるのにという。隠れて聞いていた娘が兄たちの前に姿を現すとカラスたちは人間の姿に戻りみんなは大喜びで家に帰った。この説話は十二人、兄弟、 6話の白鳥、兄と妹のように妹が兄弟を救うあらすじになっている。この話が収集されたの時代や地域では多くの男たちが徴兵されたため父親が娘を相続人として指名することが少なくなかった。その結果、父は娘の行動や結婚に関して強く干渉するようになった。このような背景からこの話は兄たちの帰りを待ち、 父親の干渉から自由になることを願う、娘たちの心情を反映したものと分析される。しかし、いつこの物語が収集されたのかは明確ではなく、またこのような相続の習慣のない地域でも似たような物語が発見されている。そのため民族学者の中には、もっと一般的な罰子相続の習慣との関係を主張するものもある。元となった交渉文芸には、 7話ではなくサンバのカラスが登場する。ドイツ民話の研究では、グリム童話集が発刊された後に見つかった31の異なるバージョンのうち、わずかに2つが7話のカラスを描いている。リヒテンシュタインの作曲家、ヨーゼフラインベルガーは、説話に基づいたオペラを作曲し1869年に、自身のタクトで初演を行った。K テンペストブラッドフォードは、 著書ブラックフェザーにおいて本作と6話の白鳥、12人兄弟の共通性や3作の中の妹たちの性格について論及した。ミュージカルの7話のカラスはウォルフガング・アデンベルグとアレキサンダー・エス・バーナンギの脚本で2007年にドイツ共和国ハーナーのフィリップ・スルエジョー公演で行われたグリム童話祭にて公演された。ありがとうございます。